はい、今日取材、アメリカ取材3日目です。モナーさん、工場取材初めてだと思うんですけど、どんな感じですか？全然初めてじゃない。初めてじゃない。アメリカの工場取材は初めて。はい、初めてだね。はい。面白いよね。意外に広いし。はい。ただ、場所がここに一定できないから、外がなくて申し訳ないので、いきなり中からのスタートで。頑張ります。お願いします。ちょっと、全部英語で、今日は。完全に日本語でいこうかな。完全に日本語で。日本語で。OK です。お願いします、じゃあ。お願いします。今からこれをセレクトスクリーンでインクを塗って、ブリーフのロゴを入れ込むところです。1回。2回。今アメリカのカメラマン、サーラヤマさんが撮っております。これが出来上がり。時間にするとおよそ1分ほどでこの状態になってます。真面目に喋ってますが、真面目に喋ってます。さっきの晩飯中寝てます。飲みながら。飲みながら寝てます。今日は取材頑張ります。お願いします。ぬらりとこうパーツのストックがこの中にあります。これちょっとじゃあまた同じ感じですね。はい、あとでいいとかだって。そうですね、バンダーで、はい、バンダーが乗ってるじゃん。皆さん、これは何の撮影をしてるんでしょうか？これは今、はい、このパーツが、はい、リビングに使うものの方が、はい、いっぱいこの箱の中に仕分けされてて、ほうほう、各番号、このパーツがこの中にたっぷり入ってますよっていうものですね。入ってます。でこれが後で設計図でこのバッグにはこの番号使うよっていうのがピックされて、はい、これとセットされて整理になります。なるほど。パーツの。はは。はい。これページとしてはどんなところで使われます？工場取材。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 そうですね。そうですね。で、あとこう。そうですね。ちゃんと使われてるやつ。聞いた、確認したらいい。はい。OK! That looks pretty. Thank you. Thank you very much.